学生寮になったら、やっぱりちょっと下心みたいなのがあるんだと思うし、なぜ隠したいのかっていうのも、別に下心とまではいかなくても、そのなぜっていうのが気になるから、そのなぜっていうことさえ分かってれば、別に隠し事があってもいいと思うの。よろしいでしょうか？はい。はい、それでは、今夜も始めたいと思います。皆さん、こんにちは。こんにちは。一言。じゃあな。55からのハッピーライフということで、ジョーさんお元気ですか？ママ元気です。お元気ですか？今日はですね、引き続き夫婦の悩み相談っていうか、今流行りのね、日本で結構よく聞く、YouTube とか見てると、すごいよく聞く言葉があって、セカンドパートナーっていうね、55からのハッピーライフ。日本独特だと思うんですよね。セックスブレンド？それとも、ボーイフレンド？ガールフレンド？ボーイフレンドとかガールフレンドとだからね、か、ボーイフレンド、ガールフレンドの枠がよくわからないよね。それはまたこの次に話したいと思うんですけど、日本人だとみんなお友達なのって感じで思っちゃうね。ボーイフレンド、ガールフレンドって。そういうことね。だから、ボーイフレンドって言っても、友達なの？彼氏じゃないの？って思っちゃうんだけど、こっちで言うと、彼氏のことなんでしょ？そうよ、だから、恋人。恋人のことをボーイフレンド、ガールフレンドとか言うから、って思っちゃうんだよね。日本的には、お友達のことをボーイフレンド、ガールフレンあ、そうなんだ。こっちはもうバリバリ、ボーイフレンドまで行き着くのに時間かかりますよ、かなり。ド。女の友達のこともガールフレンドっていうか、ああ、彼女はガールフレンドだよって言えば、こっちで、日本で言えば、お友達ってことだから。あと言い方にもよるけど、ガールフレンっていうのと、ガールフレンドっていうのと、全然わかんない、そんなの。同じガールフレンドじゃないか。ガールフレンドって言ったら、ボーイフレンド、ガールフレンドはワンワードだから、スペースがないの、ボーイフレンドと、あれに。一つの単語で。だけど、ボーイのフレンド、男の友達っていう場合は、ボーイフレンド、two words だから、それはお友達だ。それは友達で、あと、フィメルフレンドとか、ガイフレンドとかいう場合もある。そういう場合はね、男の、え？友達は。だけど、恋人っていう場合は、ボーイフレンド。だから、ボーイフレンド。ボーイフレンこド。の辺もうちょっと差をつけてほしいですよね。なんかさ、恋人らしいなんか言い方にね、してほしいですね。ラバーとか。So, lover. My lover. ラバーしてほしい。Lover boy とかさ、そう。lover girl とかさ、なんラか。バーって言うと、ちょっと怪しいかも。あんまりラバーとは言わない。だね。から、ラバーって言ったら、ちょっと、ちかょっな。と少ない気がするんだよ、俺。そういうの、だから表す言葉が。いっぱいある他に、significant other とまあ、か。そんなに発音しにくいような、でもあ感と、じ。私が好きなのは、partner in crime っていう言い方がそすれ、習ごっい好たらしいのき。じゃなくて、恋人みたいなさ、ちゃんとでさ、もそれ意味わかる？知る。私はジョーのことパートナーインクライムって思ってインるんクだライけムど、かな。それはパートナーね、パートナーなんだけど、インクライムっていうのは、要するに悪いことを一緒にしちゃう共犯者みたいな感じなの。ね、俺散々してきたけでど。もなんかそれはどういうことかって言ったら、なんか挑戦したりとかさ、あとなんかちょっと変なこととか、そういうことでも一緒にできるような人。よくわかんないな。英語の表現、本当によくわかんない。わかんない？わかんない。まあね、全然。アメリカでちょっと話飛ぶんだけど、なんだっけな、ボニーと、あの人はなんだっけ、クライドかな？ボっニーていとクう、ライトね。はい。あ、知ってる？あ、知ってる？有名だよね？アメリカの昔の犯罪者なんだけど、でもあの人たちすっごいカリスマで人気があったわけよ。なんか、でもすごい愛し合っててみたいなさ。で、そういうのがパートナーインクライムっていうか。シドアンドなんとかならなかった、セックスピストルズ。全然違うような気がするけどさ。まあ、いろいろ言い方があるっていうね。まあ、ちょっと話は飛んだんですけど、だから要するに、セカンドパートナー、っていうのが日本では割となんかこう社会現象みたいになってるみたいな動画を私も見て、ああ、そうなんだって思っおて友ね。達は多い方がいいっすよね。いや、そういう問題じゃないのよ。そういうんじゃなくて、友達は男の友達も女の友達もいっぱいいた方がいいっすね。それはね、で、要はさ、カップルになったら何がいいって、要するに友達が増えるっていうね、お互いの友達がさ、紹介し合ったりとか、一緒に会うようになって、
彼の友達とか彼女の友達から自分の友達になって、だから倍になるっていうね。で、それはそれですごくいいことだからさ、いいじゃない？ね、ソウルとはちょっと違うわけよ。セカンドっていう限りだから、要するにファーストはお互いの夫婦のね。だけど、なんていうの、セックスレスとかさ、そういうちょっと仮面夫婦みたいな人たちのためのセカンドパートナー、結婚はキープしつつも心が通い合わないから、本当のパートナー、ファーストパートナーとは。だからセカンドパートナーにそういう心の拠り所を見つけるみたいな、そういうコンセプトだと思うんだけど、要は、それで、今、賛否両論なのがね、どこまで、じゃあ、体の関係は許すのかとかさ、あと、心の関係、心の絆とかが深くても、ほら、あったじゃん、昔、ロバート・デ・ニーロとさ、メリル・ストリープの、知ってるよ、絶対。電車の中で、恋に落ちたら？恋に落ちたら、恋に落ちてか。うん。あれ、あの電車、私、昔、本当に乗ってたんだけどさ、ニューヨークからね、会社に通ってたんだけど、その恋に落ちたらではさ、覚えてない？奥さんがさ、ロバート・デ・ニーロの奥さんが、デ・ニーロにさ、でも体の関係はないよって言った時に、チーンって叩いてさ、だったらなおさら最悪よ、みたいに言うシーンがあるわけよ。体の関係はしてないから浮気じゃないみたいに言い訳をすると、奥さんは、体の関係だけだったらよかったのに、みたいなさ、してたらよかったのに、みたいな、そういう、ね。女性のそういう複雑な、その気持ちもわかるんだけど、要するに、体だけの関係だったら、あ、セックスだけねって思えるけど、女としてはさ、難しいですね、それ。うその問ん。題は、どこだよね。だってうん。体関係持っちゃったら浮気になっちゃうとかね。だんで精神的に奥さんより深い関係になって、の分かり合えるあれになったとすると、そういう女の、ね、その映画みたいになっちゃう気持ちもわからんでもないし、とはいえさ、まあそういう人っているじゃない？いたりもするわけじゃん。肉体関係と、例えば俺だった男の友達と同じような関係なんだけど、全く男女としては意識してないみたいなね。関係でも考え方が似てて、よくその辺は分かり合えるとか、いうの人とかね。そういう人のことの友達とかは、じゃあそれは何て言うのとかね。別にセカンドパートナーとかってわけではないわけだけど、とかね。どこからをセカンドパートナーって呼んで、そのくくり枠みたいなのが、まあちょっと難しいよね、それ。その夫婦の日本の考え方とか捉え方によるんじゃないの？これももう一括りにはできないなって感じはしますけどね。どうですか、一言。いや、私はもうそんなの絶対に悲しいなって。いや、ジョーに普通に仲のいいお友達がいるっていうのは全然 OK だよ。で、今でもね、別に女の友達もいるし、ただ、その時に、私としてはね、隠すようになったら、やっぱりちょっと怪しいなと思うし、で、奥さんに言えないこととかね、まあ、言いたくないこと、言えないっていうか、まあ、それで言いたくないとかさ、こういうことは愚痴になっちゃうから言いたくないとかね、そういうことを言うとかさ、例えば男同士で話してる内容、女の人には言わないじゃん。ね、それと似たようなもんで、いや、ね、男同士、例えば男とだって何話したのと細かく聞かれたってさ、その言うわけないのよ。何話したのとか、そこまでは聞かない。でも男でも、あいつと例えば、ね、エチ君と会って、ね、二人で会って俺と、ね、で、N 君が、ね、まさに仲いいとするじゃない。そしたらその中で、え、ちょっと待って何話したんだよって言われたって、N に話さないよ。別に。いや別に、雑談だよとか言いながら、そうじゃなくても、N には話すことではないなとかさ、これは二人なまあらも変だちし、っろんね。ていうことがあるわけだから、そういうのはあると思う当し。然男同士でも女同士でもあるわけだから、それはそれであるんだけど、だから全部を知りたいとは思わないんだけど、でもやっぱりさ、夫婦だったらね、こそこそやらなきゃいいんじゃない？そう、こそこそやり始めて、なんていうの、隠すようになったら、やっぱりちょっと下心みたいなのがあるんだと思うし、その、なぜ隠したいのかっていうのも、別に下心とまではいかなくても、その、なぜっていうのが気になるから、その、なぜっていうことさえ分かってれば、別に隠し事があってもいいと思うの。
だけど、そのなぜがわからないから、やっぱり不安な気持ちが広がるじゃん。だから、そういうことがあれば、やっぱ夫婦関係はそこからうまくいかなくなるなっていうのはもう目に見えてるから、それがたとえさ、そのなぜがさ、どうってことないことでも、知らないから、こっちはそれ判断できないから、やっぱりそこからさ、どんどん心がやっぱり、一度、なんていうの、まあ、信頼関係、もあるんだろうけど。それはね、男はだって一緒だよ。なんかさっきそれで TikTok で偶然だけど、見てて、男が心配になる女の子男とか発言とかね、そういうのがやってたけど、やっぱり一番は飲み会なんだって。飲み会とかに行って、オールでいるっていうことで、それ言われると、それは嫌だし、実際は本当は、いる、どこどこ行ってくるね、つって言ったとしても、やっぱり不安なんだって。とか返信が遅いとかね。それはできない時もあるけど、メールの返信が遅いっていうのは、やっぱり不安に思うと。まあ、その返信に関しては、会ってる相手にもよるし、まあ、やっぱり話してるその瞬間にもよるし、だからメールも気づかないとかさ、うん、送ったのに見てないのとか言われたって、見てねえよと。仕事してんだからとかね。うん、そう、男性はね、結構そういうふうに言う人多いよね。で、やっぱり仕事をしてる時っていうのは、それしかできないとか。要は女性は同時に一緒の話を、こう、同時進行してできるとかね。うん、同じこと、同時に同じことをこうできる。で、それって日常生活する上では便利なわけですよ。うん、だから日常生活を女性に任せてた方がいいとかってよく言われるんでね。うん、で男性は一つのことを突き詰めて、掘り下げて、ずっと解決、だから解決まで導いていける。う